これじゃん、透けて見える足首が綺麗。お、そうですよね、このね部分、これもねさっきと同じように裾の部分がシアーになってるので、ちょっとここもね抜け感ポイントになっております。はい、ふきちゃんだいぶ慣れたかな。月2回くらいだけど楽しみにしてます。ありがとうございます。本当にね月2回くらいしか出ないんですけど、ちょっとはい、よろしくお願いします。あ、丈長めかなっていただいてますね。私でくるぶし上くらいなのでちょっと長めかな。低身長さんはあのサンダル合わせとか、あ、うん、ヒール合わせとかしてもらったらいいんじゃないかな。後でちょっとみーちゃんに見てきてもらいます。はい、うん、確かにプールとか海にいいですね。これねグリーンなんですけど、みーちゃんが今ブルー着てもらってて、そっちも爽やかなので海とかのコーデ合わせにすごくねいいと思います。はい、あ、ワンピ妊婦でもいけますか。ね、ちょっと余裕はあるっちゃあるんですけど、そこまで伸び感はないかな。陰月さんとかだったらちょっと難しいかもしれないですね。こういうアイラインのワンピめっちゃ綺麗ですよね。私もねこのシルエットすごく好きです。はい、足首細いっていただいてるんですけどね、これはね細見えすると思います。シルエットもストンと落ちてるし、ここがね裾だけシアーなんですけど全部足は出てなくって、このシアー感がねいい具合に足痩せ効果にしてくれるかなと思います。あ、そうさ、そうなんです、このサンダルもねレガスのものなの。私物？私物です、私もね買いました、これ。みーちゃんが好きなやつ。そう、そんなにいいよね。めっちゃ歩きやすいです。はい、よし、お待たせしました。はい、ちょっとこの赤ロゴをどうにかして見せたかったけど不自然に上に上がってますが、すみません。よし、ではいきますね。何点目や。5です、5アイテム目いこうと思います。はい、商品名がザンゴ 2way メッシュニットワンピース、品番が E の2849 でございます。はい、お色がポカちゃん着てくれているお色がグリーン。はい、そして手に持っているのがブラック。はい、はい、そして私みーちゃんが着ているのがブルーの3色展開になっております。お値段いきます。じゃじゃん、3190円。イエーイ。でこちらが7月9日金曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。ではポクちゃんにポイントお願いします。はい、こちらはですね、メッシュニットのワンピになってるんで、こんな感じでちょっとね編み編み素材になってるので、すごくね涼しげな印象になっております。はい、はい、でこういうメッシュニットワンピって、裏地がついてなくって完全レイヤードのものが多いかなっていう印象なんですけど、これは裏地がついてるので1枚でワンピとしても着れますし、あのねデニム合わせとかでちょっとレイヤードしてもらってもすごくねこなれ感出るかなと思います。はい、はい、でシルエットが結構ねストンと下に落ちる感じのアイラインなので、あの大人っぽくちょっとシルエットもきれいめな感じで着ていただけるんじゃないかなと思います。はい、はい、でこちらもちょっと足元がねシアーそうなんです、裏地がちょっと短めで裾がシア感あるので、ここね抜け感のポイントになっております。はい、あ、で首元が前後 2way です。私 V で着てます。はい、私は U ネックで着てるので、ご自身の骨格とかねその日のコーデに合わせて、はい、はい、楽しんでもらえたらなと思います。はい、ありがとうございます。あ、これに最初のジャケット合うかなって。合う、合う、ちょっと待ってくださいね。そうなんです。これ前後 2way なんです。はい、私は今 U ネック着ております。はい。そうなんです。骨格ストレートさんもあの V ネックとかで合わせてもらったら綺麗に鎖骨とかもね綺麗に見せてもらえると思います。はい。下にベンチ履かなくても透けないですかっていただいてるんですが、私はね今履いてないです。裏地がついてるので。あの透け感はね大丈夫かな。うん、全然透けないかなと思います。はい、
後ろ見たいです。ありがとうございます。後ろはこんな感じです。私は今後ろが V になってるのでちょっとね後ろがちょっと開く感じにしております。はいです。うん、合いますね。合います。水色と白は絶対合うので、うん、二の腕隠したい方はこのコーデの仕方もすごいおすすめです、うん、今ちょっと T シャツレイヤードしてるんですけどレイヤードなしでもすごい可愛いと思います。じゃあ爽やか。うんうんうん。あ、そして私の丈感はですね今厚底サンダル履いてたんですけど裸足で履くとこんな感じです。こんな感じ、黒星隠れるぐらいかな。私割と肩胸なのでこういうワンピ着た時にあのそのまま拾うので意外といけるんですけど、ショータ系をお伝えしてる方がきっと低身長さんの参考になると思うので、うん、ショータ系をお伝えしておきます と、着た時が120ですね。120のワンサイズになっております。で高身長動画も今お見せしますね。168cm のスタッフが、来てくれております。これです。はい、高身長さんもねすごいいい感じの丈感ですね、うん、いい感じですね。はい、いけますかね。涼しげでいい感じの丈感になってるかなと思います。はい、はい、です。ブラジが別ではなくてくっついてるんですかっていただいてるんですが、はい、ブラジはくっついてます、はいはい、一緒にそっと羽織ってもらいます。そうです、そうです、はい。高身長さんもいやらしくなりすぎず可愛い、うん、そうなんですよ、うん、ここだけのなんかめっちゃこの辺から透けてるやつとかじゃないので、うん、いやらしくなりすぎないと思います、はい、あ、黒着てほしいといただいてるので、はい、じゃあどうしようか。福ちゃん着てこようか。はい、お願いします。はい、ね、高身長もいけますよね。いけます、いけます。私もギリいけるちゃいけるんですけど、くるぶしはでもやっぱり隠れるかなぐらいの丈感になりますが、透け感がここから始まってるのでそんなに重くなりすぎないと思います。で、140cm 台、とかの方やったらベルトマークするのをおすすめします。ちょっとベルト持ってきますね。これは形がシンプルなのでベルトマークしても可愛いと思うので、ちょっと待ってくださいね。よいしょ、こんな感じでベルトマークしてあげてプラスブラージングをしてあげるとさらに丈を調節できるかなと思います。はい、あ、みーちゃん1枚で着てみてください。ちょっとお時間あったら後で1枚で着てみようと思います。はい、あ、キャップ絶対合うと思います。帽子系ね、メッシュ素材なのですごい相性がいいと思います。はい、ぷかちゃんが履いてるサンダルの品番はですねトングゴーパーツボールドサンダルみたいな名前やったと思います、はい、トングで検索していただくと多分ヒットすると思います。はい、はい、ありがとうございます。ゆみさん7点中5点目紹介しております。今お出かけ予定ないのに欲しいものが増えて困る、わかります。でもだからこそ予定がないからこそこういう締め付け感のない楽なお洋服やと普段使いもしやすいと思うので、あのお出かけの予定がなくてもなのでこれはすごいおすすめです。はい、はい、あ、みーちゃん少しだけありがとうございます。レナブさん、あ、かわいい。ブラックでちょっと大人な感じに、デニムでレイヤードをしていきました。はい、こんな感じです。はい、メッシュをアップで見せてっていただいてます。はい、こんな感じ。ちょっとねポツポツっとあの肌がねちょっと見えるような感じ、すごく涼しげな素材です。はい、お、足さばきどうですかっていただいてるんですが、横にねちょっとスリットあるので、しかもね伸び感があるので足はね全然引っかからない、めっちゃ歩きやすいと思います。はい、うん、そうなんです、黒は安定に可愛い。これはね本当に普段使いにすごくいいかなと思います。うん、すごく楽ちんです。あ、ありがとうございます。そうなんです、サンダル私もこれは好きで私物になってます。はい、
と、お、ありがとうございます。後ろ V ネックが好き。うん、そうですね、ご自身の骨格とかに合わせて。ごめんなさい、ちょっとインナー見えちゃってるんですが、こんな感じで後ろも涼しげに着てもらえるかなと思います。はい、あ、サンダルが結構人気なのかなこんな感じです。それほんまに歩きやすい。めっちゃ歩きやすい。これね、クッション性もあるし、すごくね、あの親指も痛くならないですよ、私は、うん、お、横向いてます。お、かわいい1枚でかわいい、かわいい、うん、やっぱね、1枚でもすごく映える。うんうんうん、なんか二の腕隠すの、あと二の腕出すの苦手な方、私もそうなんですけど、うん、あの首元を U できるより V できる方が、私は骨格的にこのネックが得意なタイプなので、うん、あの全体的に細身にするかなと思うので、うん、あの前後 2way なので二の腕出すのに抵抗がある方は、うん、あのご自身の得意なネックの方で見ていただくと、うん、あのすっきりして見えるかなと思います。でさらにウエストマークとかしてあげると、うん、さらに細身効果抜群だと思います。ですね、そう、こんな感じのデニムレイヤードコーデもすごい可愛いです、うん、はい、あ、みーちゃんありがとう、よかった、うん、どうですか、ね、履き具合はこんな感じです、うん、インナーやっぱりちょっと見えるかなって感じなので、うんうんうん、中は着てもらった方が安心かなと思います、うん、はい、シアーシャツ羽織ってほしいですなので、ちょっとシアーシャツ羽織ってきます。はい、お願いします。あ、うん、そうですね、インナーはね、着てもらった方がいいかなと思います。お、V ネックを前にできますかってあるので、ちょっとさらっと回転させますね。はい、こんな感じ。うん、V ネック前に切ると、よりちょっと抜け感がありますかね。うん、私は骨格ウェーブなので U の方がちょっと得意なんですけど、V にしても結構ね、あの爽やかな感じで、涼しげな感じで着ていただければなと思います。うん、合いますね。はい、これで合わせてきたんですが、うん、エクルと水色もすごい相性がいいので可愛いと思いますし、うん、4341の、シアーシャツを貼っております。はい、はい、じゃあ次行きましょうか。はい、ポケちゃんに次のパンツ着てきてもらいます。はい、ちょっと下行きますね、すいません。全身レタスの日にママになってもおしゃれだねって言ってもらえて嬉しい、エリさん、めっちゃ素敵な旦那さんですね。私たちも嬉しいです、ありがとうございます。インスタライブで何やろ、新作以外もこういう時はこう見すると細見えするよみたいなのも結構お伝えしたりしてるので、よかったらこれからもインスタライブ見ていただけると嬉しいです。はい、みーちゃんみたいに1枚できる時はペチ必須かなといただいてるんですけど、私今ペチ着てないですが、そうやな、でも直射日光とかやったらちょっと不安かなと思うので、うん、ペチあった方がいいかもしれないです。ただ裏地は一応あるので、このパンツのラインだけショートパンツのペチ履いていただいてもいいかもしれないです。あ、水色超かわいい、リエさんね、水色かわいいですよね。あの、いろんなシアシャツというかエクリュにも合いますし、ね、それこそ昨日の七夕のこの子合わせても可愛いと思うので、ちょっと待ってくださいね。あ、いつもみーちゃんのコーデ参考にしてます、嬉しいです、ありがとうございます。これ紐どこ行ったの、紐がすいません、ちょっと行方不明なんですけど、これで昨日のやつみたいにシルエット作ってあげても水色が透けて可愛いですし、抜き襟してそんな感じで羽織るのも、襟がないので顔周りがすっきりして見えるかなと思います。はい、よし、あ、みーちゃん素敵コーデだわ、嬉しいです、ありがとうございます。サンダルも白で合わせてあげると、水色と白ってかなり夏っぽい色合わせなので可愛いと思います。はい、うん、え、私逆で、あ、逆で着てる、逆で着てるやん、失礼しました、タグ見えてたかな、よし、こんな感じです。え、マジで紐どこ行ったんやこれ、どうしてきました、紐がないんやけど、紐したらね絶対可愛いんですよ、あのシルエットができてふわーって、すいません、ちょっと行方不明が、あ、その格好丸々
語でした。ありがとうございます。あ、昨日の七夕でその白かったよ。この白とメッシュめちゃくちゃ相性いいですよ。このここからちょっと水色が透けてるのがねまた可愛いんです。練習やったらあんのかな。ベージュ紐あった。ベージュでちょっとその私が口で言ってたコーデしてみますね。これは逆ちゃうだな。逆ちゃう。よし、これで今はボタンをね、ボタンじゃないベルトをせずにカーデ使いしてたんですけど、これをですね、ちょっと待ってくださいね、したいコーデがあるんです。ボタン全締め。よいしょ。お、待ってくださいね。よいしょ。あ、紐大丈夫だよ。ありがとうございます。紐ありましたので、ちょっと色違うんですけど、ベージュと、あ、でもベージュと水色もめっちゃ可愛いな。その合わせをしようと思います。これでね、これ前から通す紐なんですけど、ゲットできました？皆さん昨日。でもこのシャツもね、めっちゃ人気あったみたいです。全部めちゃくちゃ人気あったんですけど、4商品とも。これもすごい皆さんに好評で嬉しかったです。よいしょ。ごめんよ、ポケちゃん少々お待ちを。全然大丈夫です。ほう、こんな感じでくくってもらって、よし、抜き襟してもらって、形作って腕まくりしてってすると、このスカート、スカートじゃないワンピをスカート使いするみたいな感じで、めっちゃ可愛いと思います。ここからちょっと水色が透けてるのもまた可愛いので、うん、こんな感じのコーデも足長効果があるので、ここから足にちょっと三角するようなコーデができるので、昨日の七夕のこのシアーカーデと合わせるのもすごいおすすめです。はい、です。